本当に行くのね、ユジオ。うん。セルカ、ユージオが自分で選んだことだ。村の掟に従い、ギガスシダーを倒して天職を果たしたユージオは、自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り、腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか？うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ、ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。言い返せるか、君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。うん、ありがとうキリト。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。